こんにちは、アウスドイツランド。小石のつぶやき、ホンフンク。この YouTube チャンネルは、おドイツを愛するおっさんがブツブツ独り言を語るラジオ感覚でお楽しみいただける番組です。ちょっとでもふふっと笑えるところがありましたら、ぜひグッドボタンでお知らせください。そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回のトークテーマは、お得な定期券についてです。おドイツでは公共交通機関といえば、鉄道、バス、地下鉄、トラム、ハンブルクのようにフェリーに乗れたりする場所もありますが、頻繁に公共交通機関を利用される方は断然定期券を持っておいた方がいいです。と言ってしまいますと当たり前だろうと言われてしまうかと思いますが、日本人的感覚の定期券とおドイツの定期券との間に誤解があるのではと思われることがあったので、今回はおドイツの定期券の素晴らしさについて語ります。おドイツの定期券、一般的な話ができればいいのですが、多少地域によって特色が違うということもありますので、今回は具体例として、チケット1000とチケット2000について話しますので、よろしくお願いいたします。まず、チケット1000、チケット2000とは、僕が今住んでいるエリアでの定期券の名称です。一般的に定期券と言いますと、モナーツカルテだったり、年間で購入できるものは、ヤーレスカルテという言い方をします。ティケット1000とティケット2000は、モナーツカルテの名称で、具体的には、ノルトラインベストファーレン州の VRR エリア、フェケースフェアブンド、ラインホール、日本語風に言いますと、ラインルール交通組合に所属するエリアで販売されているものです。おドイツ全体で販売されているものではなく、あくまで一部の地域でのみ取り扱いされているものです。違う地域ではまた別の名称、種類の定期券がありますのでご注意くださいます。ラインとかルールとか言いますと、おドイツにあまり詳しくない方でもなんとなく聞いたことがあるような名称ではないでしょうか。ライン側であったり、ルール工業地帯だったり、社会科で習う単語ですよね。僕が今生活しているエリアはまさにライン・ルール地域と言われる場所です。ドイツ語の発音ではルールっていう言い方をしないんですね。ゴエという感じになりますので、ご旅行予定の方は覚えておいてくださいね。VRR エリアで暮らしていらっしゃる方が定期券を購入する場合、どちらを購入すればいいのかということなのですが、チケット1000とチケット2000の違いは大きく3点あります。まず値段が違います。チケット1000の方が安く値段が設定されています。また利用するのが本人限定かそうでないか。チケット1000は所有者本人しか利用ができません。一方でチケット2000は本人限定かそうでないかというのを選べます。そして3点目は利用可能な範囲が違うということです。値段が安い方が断然いいという場合は、ティケット1000を選択することになろうかと思われますが、値段の差をご覧いただきますと、だいたい10ユーロ程度なんですよね。僕の場合は、現在住んでおりますクレフェルトという町からデュッセルドルフに行くのに、プライスシュトゥフェベー、ベーの料金帯になるのですが、定期券の値段で比較しますと、ベーだけに関わらず、どの料金帯でも、10ユーロ程度の差しかありません。で、この10ユーロの差がどのように影響するかということについて、先ほど申し上げました利用可能な範囲という点で大きく異なってくるんですね。僕が購入いたしました定期券の利用可能範囲は、現在表示させております図のピンク色の枠で囲われた部分です。ここで日本の定期券とおドイツの定期券の大きな違いを申し上げますと、おドイツの定期券は利用可能範囲が町であったり区域単位であるということなんですね。この公共交通機関のこの路線しか乗ってはいけないという縛りがありませんので、その地域内で利用可能な公共交通機関は自由に利用することができます。ティケット1000とティケット2000、どちらを購入した場合でもこの原則は同じです。大きな違いは平日の19時以降と土日祝日の利用可能範囲です。チケット1000の場合はこのピンク色の枠内でしか利用ができないのですが、チケット2000の場合は平日の19時以降と土日祝日、この地図の全体のエリアが使えるようになるんですね。面白いことにこの範囲の中にオランダの一部地域が含まれておりまして、国境を越えることができてしまうんですね。面白いですよね。さらに
Ticket 9000 の場合は、6歳から14歳の子供3人までが決められたエリア内で利用可能なのに対し、Ticket 2000 は平日19時以降と土日祝日はこの地図の全エリアで乗り放題になり、自分以外の大人がもう一人と子供3人までが同乗可能となります。 Ticket 9000 と Ticket 2000 の差は1ヶ月あたり10ユーロ程度しか違いませんが、この差は結構大きいかと思われます。 VFR のエリア内にはその時1回のみ有効な通常の切符の他に、24時間チケット、48時間チケット、72時間チケット、4回チケットなどがあります。まあ、これらは自分自身が公共交通機関を利用する場合に購入したり、まだ打刻したりして利用するものなのですが、定期券の購入の目安は、これは日本でもドイツでも、だいたい1ヶ月の間に15日以上利用があるようであれば、定期券の方が断然お得になってまいります。面白いことに、僕が現在暮らしておりますクレフェルトという町からデュッセルドルフに向かう場合、片道チケットの料金が6ユーロするんですね。往復ですと12ユーロです。1ヶ月間の定期券の料金が124ユーロ80セントですので、だいたい10日分程度ですね。一つの市内や区域内しか移動されない方の場合だと、定期券購入の場合は15日程度目安が必要ですが、僕のようにプライストゥフェベーであったり、それ以上の料金帯の方の場合ですと10日程度、さらに週末小旅行を楽しまれるというような方の場合だと、ティケット2000で短い日数で十分に元が取れてしまいます。僕が生活をしているクレフェルトという町は、普段の生活においてはほぼ全ての用事は市内でこと足りますが、なんだかんだで都会であるデュッセルドルフ市内にはよく行きますし、現在お世話になっております語学学校のオンラインレッスンが終了となり、通学をする必要が出てまいりました。めでたくここのところの例の疫病に対するインシデンツハートが下がりましたことを受けまして、長らくのオンラインレッスン生活に終わりを迎えることとなったのです。語学学校に通うことを機に、僕はティケット2000を購入いたしました。ティケット2000は利用可能な範囲がとっても広いですし、ここのところ天気のいい日が続いておりますので、これを機に週末はいろいろと出かけようかなと思っております。僕はもともと乗り鉄 and 撮り鉄で鉄道旅が好きなので、地図を見ながらどこに行こうかなといろいろと妄想しておりますつい先日はクレーベという町に行ってまいりました。デュッセルドルフからクレフェルトに帰る際、地下鉄か列車のいずれかを利用するのですが、列車を利用する際はクレーベ行きという列車に乗車します。僕は途中クレフェルト中央駅で下車してしまうのですが、終点のクレーベという町がどういう町なんだろうと気になっておりまして、せっかくなのでいつも利用している列車の終点の駅クレーベへの旅を楽しみました。クレフェルトからクレーベまでは片道約1時間。チケット代金は普通に購入しますと片道15ユーロ40セントするんですね。往復すると30ユーロ80セント。結構なお金と時間がかかるようでした。で、結構いい感じで元が取れそうです。で、元を取るという言い方をするとややいやらしいのですが、僕がどうしても元を取りたい理由があるんですよ。それは日本の定期券とドイツの定期券の違いという話にもつながるんですけれども、定期券の有効期限って、フレキシブルであってほしいなと僕は思っておりました。つまり、この日に買ったら翌月の同じ日までっていうようなイメージなんですけども、ドイツのことだからきっとそんなにうまくはいかないだろうなという予想もなんとなくしておりました。1日か15日か、どちらかに買うことになるのかななんて予想しておりましたが、チケット9000やチケット2000は購入したその月でのみ有効らしいんですね。僕の場合は語学学校がオンラインレッスンから通学に切り替わる6月の後半から、7月の上旬まで使えたらいいなと思っていたのですが、6月に使い始めたとしたら6月でしか有効にならないというのと、6月中であればいつ定期券を購入しても値段が同じらしいんですね。僕が6月上旬のある時にデュッセルドルフの用事から戻った際、そろそろ語学学校への通学が始まるし定期券を買わなきゃなと
思っておりました。で、定期券を購入するカウンターはすごく混んでますし、営業時間もそんなに長くないので、まあ、たまたま人が少なさそうな時を見つけて並んでみたんですよね。で、窓口で問い合わせましたところ、今月中に使い始めるんだったらいつ買っても同じよ、あなたが言うように来週から使い始めたいとかは意味がないよみたいな感じで言われまして、ショックを受けました6月上旬は数回だけではありますが、用事でデュッセルドルフに行きまして、でその際は4回券っていうのを利用していたんですよね。で、4回券は22ユーロ50セントで販売されていまして、まあ、片道6ユーロチケット4回購入するよりもちょっと安くなるっていう価格設定になっているわけなんですが、まあ、定期券を買うなら4回券すらいらなかったやん、ドブ金もとい窓金と思いました今月中に利用開始ならいつ購入しようが同じだということで、せっかく窓口もいい感じで空いているタイミングだったということもあり、まあ、そのタイミングでチケット2000を購入いたしました。まあ、というわけで、なるべくお金を無駄にしてしまった分、窓金しちゃった分を取り返してやらないと悔しいわと思って、まあ、ちょっといろいろ出かけているんですよね。ちなみに窓口の方にはいつ買っても同じという言い方をされたのですが、よくよく調べてみますとですよ、まあ、そして説明を受けた時に渡されたパンフレットの小さい文字をよくよく読んでみますと、オンライン購入の場合は32時間有効なチケットとして利用開始日を選べるんですって。やられたわ僕まさに6月中旬から7月中旬まで使いたかったのにということだったんですけれども、まあ、気がついたのは窓口での購入後でございました。もうほんまに悔しいわということで、まあ、この放送をご視聴いただきました皆様はどうか僕と同じ間違いはなさいませんようにまあこれはおどいつあるあるかもしれませんが、窓口の方があまりよく知らないっていうこととか、まあ、こちらが聞いたことに対してしか答えてくれなくて、向こうから気が利いたアドバイスをくださるっていうようなことはほとんどないですね。まあ、知りたいことは自分から求めようというスタンスでございます。オンライン購入ですと個人専用カードになってしまうようなので、自分の定期券を誰か他人に貸すということがなければ問題ありませんね。僕はこのように失敗してしまったので、6月中は可能な限り列車やトラム、地下鉄などいろいろ乗りまくって元を取ってやろうと思っております窓口の方には、まあまだ6月上旬やし買う値打ちまだあるやんみたいな感じの謎の励ましをいただきましたそうですね、まだまだたくさん列車に乗る機会はありますので、撮り鉄乗り鉄を楽しみます。まあそんなに遊んでいられるのかということなんですけれど、まあ、語学学校の授業は以前のクラスでは、まあ、宿題も多くついていくのがすっごい大変すぎて毎日ヒーヒー言っておりましたが、今のクラスは少々の余裕があります。なので勉強もやりつつ、週末は大好きな鉄道旅でもしながら息抜きができたらいいなと思っております。僕の鉄道旅行はまた改めて動画で紹介予定ですので、どうぞお楽しみに。それでは今回はこの辺で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.